野崎チャンネル。超速報です。はい。DeNA、サイヤング賞投手、バウアー、日本 NPB 初登板、速報ということでね、どういうピッチング内容だったか、どこよりも悪く、さっそくね、解説、していきたいと思います。その前になんと、今日のお昼に動画をね、公開した、佐々木チャンネルと日刊スポーツのコラボ、NBO、日本ベースボールおせっかいね、理事長の、非公認、佐々木智也です。なんと、10名ぐらいの方が、この NBO に参加希望してるっていう連絡が来たみたいで、ありがとうございます。ね、皆さんぜひ、いろんなことを話し合ってね、野球界のためにみんなでね、いろんなことをディスカッションしながら、ね、改善されるとか、改善されないとかっていう前にね、いろんなことを議題に上がってね、みんなで考える、ところをね、時間っていうのをね、皆さんと、作っていきましょう。ということでね、まだ試合中です。DeNA 対広島ね、現在8回裏 DeNA の攻撃中ですけども、バウアーは、7回をもって、交代しました。球数98球、被安打は7安打、9三振、フォアボール1個に失点1という形で、まあ、このままいけばね、NPB 初勝利っていうところが見えてくるんじゃないでしょうか。まあね、開幕前に、まあ、コンディション不良っていうところでね、開幕に間に合わず、そして2軍でね、3試合ほど投げてから1軍登板ということで、かなりね、慎重に、かなりじっくりね、調整、準備っていうところをしてきてね、今日広島戦っていうところで登板になりましたけども、まあ、率直な感想としては、本当に2軍戦で見てたのと同じように、安定感あり、そしてフォームのバランスあり、非常にまっすぐもマックスが155キロかな。でジョージが150前後ぐらい、147っていうのもね、あったけども、そして、ナックルカーブでカット、スライダー、ツーシームチェンジアップっていうところがね、主な投球パターンになってるかなと。でチェンジアップっていうともなんかスプリットチェンジみたいな、この挟んでたね、だからスプリット系か、なんかハードシンカー系みたいなね、感じの、握り方に見えましたけどもね、まあ、その中での投球っていうところを振り返っていくとですね、まあ、初回はね、野間、西川、秋山とね、三者凡退、三振一つに打ち取って、でも立ち上がり見たときに、まあ、広島打線、結構ストレート反応してきて振ってくるなっていうところもあったし、そんな空振りね、バンバン取れないんじゃなくて、バット当たってんなっていうところがね、あったんで、まあ、このね、若干ボールが高いっていうところがね、立ち上がりあったんで、まあ、これはね、どうなっていくのかっていうところをね、見ていく中でね、2回ね、ツーアウトから、デビッドソンね、シンシナティ時代に、同僚だったこのデビッドソンに、高めに打ったストレートをね、レフトスタンドにぶち込まれて、ね、先制を取られる、その後、田中康介、そして、ね、このニラ沢に、連続ヒットっていうところでね、ピンチを作るけども、まあ、クリにね、三振で、まあ、ツーアウトだったっていうところでね、まあ、追加点を取られることなくね、まあ、乗り切ったっていうところで、ここでね、ランナーもね、田中康介走ってきたりするところを見てるとね、やっぱりちょっとクイックの問題っていうところは、結構ね、スタートもね、めちゃくちゃ良かったりしたからね、まあ、このね、ニラさんもね、ツーボール追い込まれてたからね、そこ打ちに行くしかなかったけども、もうちょっと田中もね、早いカウントで走れたらよかったけども、まあ、このね、クイックっていうところはね、2軍戦でも言ったけども、やっぱスタート切ってくるなっていうね、で、カーブが今年ね、そんな言うほど盗塁をね、ここまで仕掛けてないっていうところで、まあ、このね、まあ、阪神とかね、ヤクルトっていうところの盗塁結構ね、仕掛けてくるっていうところではどういうね、そうなるかっていうところはあるけども、まあ、そこはやっぱり、まあ、引き続き課題かなっていうところで、まあ、でも次回登板はね、ジャイアンツ戦に多分来ると思うんだよね、DeNA の。で、多分で、ジャイアンツはここまでね、盗塁ミスとあんまりね、足を利かして攻撃してこないんでね、そこら辺の心配は、ないかなっていうところがあります。そしてフィールディングに対してもね、バントのね、ダッシュっていうところも非常に良かったし、一瞬ね、セカンドに投げようかなっていうところの素振りもあったんで、フィールディングもそつなくね、かなり丁寧にうまいんじゃないのかなっていうところは見れたんで、そういったところね、投げるとこだけじゃなくてっていうところのね、ピッチャーとしてのパフォーマンス能力も、高いんじゃないのかなっていうところはね、この初登板に向けても見えましたね。で、このね、まあ、2回に、まあ、デビッドソンにホームラン打たれてっていうところになるけども、まあ、こっからね、若干ね、配球パターンが変わるんだよね。これやっぱりストレート系にカーブ打線が反応してくるっていうところで、2回もね、ストレート、まあ、マクブルームがね、キャッチャーファールフライ。坂倉もね、これやっぱりストレートね、速い系のカットとかストレートに反応してくる。で、デビッドソンもストレートホームラン。田中康介も初球ストレートがね、ファールからの、まあ、チェンジアップライト前。ニラ沢はもう最後ね、ストレート153キロ出たけど、ワンボールツーストライクからのストレートをライト前っていうところで、結構速い系のストレートをカーブ打線が立ち上がりから反応してくる。しかも振ってくる。しかもそれがね、あんまり差し込まらないで、結構ね、引っ張ってくるっていうところで、まあ、ここら辺はね、
バウアーしっかり考えたんじゃないのかなと。あと結構首振ってたね、あのキャッチャー伊藤のサインにね。だからそこら辺のコミュニケーションね、まだ今回初めてっていうところでね、なかなかね、伊藤も分からないっていう、それね、なかなかもう最初から分かんないよ、キャッチャーね。で、その中で、まあ、首振られながらね、覚えてくるっていうところはあるけども、結構首振ってて、一回もうずっと振ってたからね、サイン何個あるんやって思ったけども、まあ、そこら辺のね、あのちょっとコンビネーションっていうところは、おいおいね、つけていかなきゃいけないっていうところはあるけどもね、このテンポっていうところ。まあ、でもこれね、デビッドソンにホームラン打たれたからもう、そんなにね、テンポ感も変わらずね、いい形のテンポでもうね結構早いテンポとしては早いテンポでフォームのバランスも良くてあんまりそこからボール先行になることもないしストライクにどんどん投げ込めたっていうところは良かったけどもねそこからねやっぱストレートをねやっぱ反応してくるっていうことを気づいたことによって配球がねガラッと変わるんだよねストレート系がね少なくなるでそこからね結構ナックルカーブをね多投したんちゃうかっていうところはね見えたんだけどもでそこでねちょっと調べてみたんだけども、まあ、前回のねバウアーの二軍戦の登板の時にも言ったけども2021年メジャーリーグ時代のね投球割合でいうとあのフォーシームストレートが 40.5% でそしてナックルカーブ 11% カットボール 21.6% っていうところがまあ主な投球割合なんだけどもで今日この中で言うとなんとストレートフォーシームが 23% ともう極端にもう約半分ぐらいの数になるわけ 1,2 回結構投げてたんだけども3回からフォーシームが極端に減るんだよねその分カットボールがめちゃくちゃ増えて 21.6% から 30% と一気にカットボールのパーセンテージが増えるでナックルカーブは 11% だけど 15% っていうカットボールとナックルカーブで 45% 約投球の半分をカットボールとナックルカーブで配球を変えたっていうねだから3回以降で言うとほぼ半分って言ってももう間違いないと思う 1、2イニング目は結構フォーシームも多かったからねだからここのね頭の良さっていうかねそういうね科学的なピッチングとかねいろいろ頭を使って投げるっていうのはメジャーリーグ時代からねそこら辺は持ち前のね自分の能力として高かったっていう風な情報もあるしそれは NPB に来ても同じようにねこの考える野球っていうところの配球のこの妙っていうところのね感じ方危機察知能力あとはバッターの反応を見ながらの自分の変化あとはその自分の変化ができる球種それねあとスライダーそのねあのスプリットチェンジみたいなやつを投げてたけどもどの球種を投げても制球力が高いっていうところとストライクゾーンにどんどん投げ込めていけるっていう自信のね裏付けがあることによって相手に合わせて配球のねパーセンテージを変えていくっていうところをピッチングしても本人のパフォーマンス能力が下がらないっていうところはさすがね一流の証かなっていうところは見えたんでここら辺のね一気にね相手が反応してきたらねその球を使わないでね逆に振れるっていうところはね非常にクレバーだったし見事ある配球だったなと思いますで、まあ、これがどうかなっていうこれがまあいいところでもあるかもわかんないけど特にね左バッターに対してはこのね高めに浮いてもカットボール胸元に投げていくっていうところと思うストレートでその高めのストレートがあるから振りたくないからナックルカーブがねこの高さに来て坂倉とかね2球連続ナックルカーブ投げられて見逃し三振の間もあったけどねっていうところで2球連続ナックルカーブでそれ両方見逃すっていうところで言うとねまああとまだねこれ初登板ねっていうか初対戦だからそこら辺の変化のね曲がり具合がやっぱりねなかなか初見じゃわからないっていうところの、まあ、カーブ打線の難しさっていうのもあるからまあ、これがね次の登板向けたらどうなるのかだからジャイアンツとビーティーとかねっていうところもやっぱ外国人選手結構ね初登板の時は曲がり方もわからないしどんどんストライクゾーン投げてきてそこから動かすピッチャーっていうのは結構ねあのいい形で終えるっていうところもあるけどもまあそういったところもねカーブ打線ちょっと難しかったとは思うけどもこのね左バッターのこの胸元のカットボールっていうところは結構ね非常に生きたんじゃないのかなっていうんでナックルカーブっていうところも精度高いしねボール先行してもナックルカーブでカウント取れてねその追い込んでもナックルカーブをストライクゾーンでね見逃し取るっていうところのねコンビネーションも素晴らしかったしでただね右バッターに対してはねほぼほぼアウトコースの出し入れなんだよねインコースほぼ使わないまあインコース使わないから打たれないから使わないんだよって言ったらごもっともなんだけどねそこら辺が次のねジャイアンツ打線も含めてアウトコースの出し入れだけになるとどうなのかっていうところもあるし最後ね松山をあのピンチでね2アウト2、3塁で三振取った最後のスプリットチェンジ低めに決まったけども高めに投げて当てられてたからねでそれ低めに投げて打ち取れるってことは全体的にもっと低めに投げていくとこれはかなり厄介やなっていうところもあるしあの高めに浮くところがまあ持ち味なのかも分かんないね最近メジャーでこのフライボール革命っていうところがあってね低めより高めに投げていくっていうところがトレンドにあったからねそのまあピッチングスタイルっていうところもあるけどもそこら辺がどうなのかっていうところはまあ1試合じゃ分かんないからねちょっと2試合目3試合目見てちょっと気にしていきたいなっていうところもあるんでまあそこでね抑えられれば抑えるに越したことないしねサイスニードとかも
そうだしね。でもこれがまた低めに決まりだすと厄介だなっていうところと、やっぱりね、変化球の曲がりはやっぱり MLB のメジャー級の方がやっぱ曲がりは大きいと思うんだよね。でもまあ NPB のボールでもしっかりコントロールもついてたからね、この違いっていうところの変化にはしっかり対応してきてるんじゃないのかなっていうね。まあでもね、これ初登板、多分このままいけば今9回だからね、多分勝つとは思うけど、まさか昨日みたいなね、大逆転負けっていうね、大逆転っていうか同点からね、最終回に5点取られちゃったんだけど、そういったところはないと思うんで、今季ね8勝利っていうところはありますけども、さすがねバウアーの初登板見た感想、そして解説っていうところをしましたね。だからやっぱり今日の一番のバウアーのすごかったところは、もちろんねこの投球スタイル、その球種の豊富さと、それをしっかりストライクゾーンで制球できて、ほぼストライク先行、まあ1回ねフォアボール出したけども、全ての球種をクオリティ高くストライクゾーンの中で勝負しながら自分のペースでできるっていうところの素晴らしさ、一つ一つの球種のポテンシャルはもちろん素晴らしいけど、やっぱり一番こう、本人そんなことないよっていうかもしれないけども、解説者としてそれが見た感想で言うと、やっぱり2回までストレート系に反応された、そこを引っ張られたっていうところからしっかり変化して、3回以降ストレート の割合を減らして、カットボール、ナックルカーブっていうところ、スライダーも含めて、あの変化球をね、スライダーがね 14% で、ジョージは 18.6% だから、スライダーの割合は若干少なかったんだけども、まあ、スライダーとカットボール合わせたらもう 45% だからね。でナックルカーブ合わせたら 60% だから、60% がナックルカーブ、カットボール、スライダーっていうところの変化球を多くして、ストレートを抑えて相手を幻惑させたっていう、このねクレバーな頭のね計算の中の配球、これがね今日一番すごかったと思います。佐々木の解説から言うと、このね序盤の相手の対策を見て、ね途中から変化して、ものの見事に相手をかわしていくピッチングが今日素晴らしかったと思います。これちょっと DeNA バウアー来て、怪我人も帰ってきて、楠本も今日いいところで打って、桑原の昨日はバントとかやらかしちゃったけど、今日同点のヘッドスライディング、いや DeNA いっちゃうかもね。ありがとうございました。